破壊ランナー公式ホームページをご覧の皆様、こんにちは。セルゲイ役の山川有沙です。まずはもう一番最初に、去年シャトナーさんとやらせてもらって、今年もまたシャトナーさんとお芝居作れるということがもう一番最初にバンと来て、そんで演目を聞いたら破壊ランナーということだったので、もう破壊ランナーは僕がお芝居始めてすぐぐらいの時に、こう先輩からもう VHS で見せてもらった、生では見られなかったんですけど VHS 見させてもらって、で舞台って生でしかこう感動できないはずなのに、こうビデオでも見てもパワーがバーンと伝わってきて、その感動があって、そのエネルギーを感じたことによって、今自分がこう続けているエネルギーの一つになっている作品なので、すごく感慨深かったです。シャトナーさんのやっぱ考えていることっていうのが哲学的なので、やっぱりちょっとそのお互いに共有し合うことって、やっぱちょっとすり合わせていくのって時間がかかると思うんですけども、それがやっぱ最終的にこうお互いに分かり合えるようなやっぱ人柄の方ですし、そこがやっぱりちゃんとこうぶつかっていくというか、自分でもこうしっかり考えを持って稽古場に行って提出をしてっていうことじゃないですけども、こういうの持ってきましたどうですか、いや違うよ、いや今度どうですかっていうのを、そういうのをやっていけるので、自分の中での持ってるその引き出しみたいなのは少し増やせたのかなっていうふうには思いますね。共感だったりとか共有っていうのがこう自分の中でこうお芝居演劇やる中ですごく大切にしているところなので、そういうところをちゃんとこうボーンと外れすぎずに、ちゃんと真実味を持ってやっぱシャトナーさんの持ってる緻密さだっていうものっていうところに表現されているように、ちゃんとこう真実味を持った共感のできるものをこう入れていって、そうしていけばしっかり空間としてお客さんとつながっていけるのかなと思いますし、それで伝わっていければなというふうに思ってます。今回の作品は女性キャストもいた作品を男性だけでやることになっています。ということはですね、今までの破壊ランナーを知っている方もそうでない方も、より期待度を持って劇場へ来ていただけると思います。その期待に応えるべく、僕自身もですね、体がバーストするほどに熱い芝居をしたいと思いますので、ぜひぜひ劇場へお越しください。それでは劇場でお待ちしております。